次に十番岡本正弘議員。はい、はい、議長。岡本正弘議員。はい皆様こんにちは。えー、議席番号十番公明党の岡本正弘です、えー。それでは今定例会。 一般質問に2問通告をしておりますので通告に従いまして質問をさせていただきます <laughs> まずはじめに空き家対策についてお伺いをいたします少子高齢化などを背景に空き家が全国で増加をしています放置された空き家は老朽化が進み近隣への安全面や防犯上の悪影響が大きくなっています 空き家対策についてはこれまでの議会においても多くの議員の皆様が取り上げておりますが私も地域を回り住民の皆様から多くのご相談とお悩みをお聞きしております何年もの間手付かずの空き家が放置され倒木の危険性や木が大きくなり日照問題となり 雑草の越境、ネズミやハクビシンといった動物が住み着き、台風や風の強い日には屋根瓦や物が飛んでくる、プロパンガスが設置されたままなど火災の心配もある等、周囲の住宅に悪影響を及ぼしている空き家問題に何年も悩まされているというお話をお聞きしております。所有者が、 空き家にして置く理由,が理由や状況は様々あると思いますが物置として必要であるとか解体費用をかけたくないまた特に困っていないから放置将来親族が使うかもしれない管理はするけども何十年分もの荷物を処分するのは煩わしいのでとりあえずそのままにしておこう。 さまざまな理由がありますが相続の意思の有無を問わず責任がのしかかってくるわけです。適切に管理されていれば老朽化のスピードも穏やかだと思いますが適切に管理されない空き家に関しては安全性の低下公衆衛生の悪化景観の阻害といった多岐にわたる問題を発生させ 地域住民の生活環境に深刻な影響を与えかねません本市でもさまざまな対策や対応をしていただいているところだとは思いますが、本市の空き家の実態と空き家率、空き家対策の取り組み状況についてお伺いをいたします。都市建設部長 岡本議員のご質問にお答えいたします。本市の全体としての空き家の現状でございますが、空き家総数は令和6年5月1日時点で487件、そのうち5件が特定空き家等となっております。この特定空き家等とは、そのまま放置すれば、東海等著しく保安上危険となる恐れがあるなど、 特に重大な問題が生じている空き家について、空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づいて認定しているものです。空き家総数は1年前の同時点で439件ですので、48件増加しております。令和5年住宅土地統計調査の速報集計によると、全国の空き家率は 13.8％、茨城県は14.1％、市町村の空き家率は9月頃に公表予定となっております。直近の平成30年の調査の結果によりますと、80.8.45パーセントと県内で一番低い自治体となっております。次に本市の空き家対策についてご説明いたします。 平成28年12月に筑波未来市空き家等対策計画を策定いたしましたその後令和3年9月には計画を改定し総合的計画的な空き家対策を推進してまいりました本計画では空き家の利活用空き家の適正管理空き家の発生予防の3本柱で 空き家対策に取りり組んでおります1本目の柱である空き家の利活用の取り組みといたしましては、茨城県宅地・建物取引業協会と協定を結び、平成30年度より空き家バンク制度を取り入れ、老朽化が進む前に、新たな所有者へ譲り渡せるよう努めております。 アキアバンクの利用状況でございますが、令和4年度より空き家バンク制度の周知活動を積極的に行ったことにより、令和4年度末時点で登録数4件から、令和5年度末時点で15件まで伸ばすことができました。主な周知活動といたしましては、空き家所有者に対し、制度周知のチラシの郵送を行うとともに、 空き家の無料相談会の相談枠数を6枠から8枠へ増設し少しでも多くの相談者に対応することで空き家バンクへの登録に結びついておりますまた空き家バンクを通じた売買等の成立状況につきましては令和4年度2件、令和5年度2件と伸び悩んでおりますので空き家バンクのメリットの一つである 空きききき家活活活用用補助金の活用方法についいてて引き続続き周知活動を継続していきますその空き家活用補助金の令和5年度利用実績ですが空き家バンクに登録された物件の火災処分の際に利用できる火災処分費補助金については2件リフォーム補助金は1件となっております次に空き家解体補助金の 利用実績ですが令和4年度に1件令和5年度はございませんでした解体工事費は額が高額なためご相談はございますが見積書の段階で断念するようでございます2本目の柱である空き家の適正管理の取り組みといたしましてはシルバー人材センターと空き家等の適正な管理に関する協定を締結しております これは市が空き家所有者から管理に関する相談を受け,る場合受けた場合、シルバー人材センターを紹介することで有料とはなりますが、空き家の外観目視による見回りや敷地内の除草や枝の剪定などの空き家管理をお願いすることができます。また、空き家所有者が市外の方が7割と多いことから、本年3月より ふるさと納税の返礼品でも利用できるようになりました3本目の柱である空き家の発生予防の取り組みといたしましては家に住まなくなったらどうするのか家族で話し合いをしていただくことが非常に重要です家族で相談してみたがどうしていいかわからないという方もいらっしゃいますのでそのような方向けに空き家の無料相談会を開催しております この相談会は、空き家所有者や空き家になりそうで、心配な方にもご参加いただけます。令和5年度の実績ですが、全3回開催し、23名の参加がございました。また、今年度の新たな取り組みとしては、民法改正による令和5年4月に施行された所有者不明土地、 建物管理制度を活用いたしますこの制度は、利害関係者が裁判所へ管理人の申し立てをすることで、管理人となる弁護士等の選任をしてもらい、空き家の売却等を目指すものでございます。特例で、地方公共団体の長が裁判所へ申し立てをすることができるようになっており、所有者不明の特定空き家等を1件取り扱う予定になっております。 この事例が成功した後には継続してこの制度を活用し所有者不明の空き家問題の解消に努めてまいります。以上でございます。岡本正弘議員。はい、ありがとうございます。えー、本市の空き家率は直近のこれはあの平成30年ですけども調査結果では8.4％ということで。 全国推計の13.8%と比較すると本市は県内で一番低い自治体であるということが分かりました、まあ、その要因として本市では3本柱で空き家対策に取り組んでおり空き家の利活用空き家の適正管理空き家の発生予防を通じて空き家問題の解,決解消に取り組んでいること高く評価をさせていただきます しかし何年もの間放置されている空き家が市内各所に存在しているのも事実でございます令和3年4月1日に施行されました筑波未来市空き家対策の推進に関する条例第7条に市長は特定空き家等の所有者等に対して法第22条の規定に基づき助言また指導 勧告命令その他の他措置を講ずることができるとありますが条,条例,施行,条例施,行施行後約3年が経過しましたが現在までに特定空き家等に対して助言指導を行ったにもかかわらず改善されることなく勧告命令などに至った事例は実際何件あるのかお伺いをいたします。 都市建設部長、はい、岡本議員のご質問にお答えいたしますはじめに本市における特定空き家等の認定数でございますが令和4年度末3件令和5年度末5件となっております次にこれまでに筑波未来市 空き家等対策の推進にに関する条例制定後に空き家特定空き家等の所有者等へ助言、指導さらに勧告命令を行った事例についてご説明いたします。まず特定空き家等への助言、指導件数は12件、勧告は1件、命令はございませんでした。韓国の事例といたしましては、 令和三年九月にあだか地区において助言及び指導を重ねて行いましたが所有者が家屋の適正な管理を行わず屋根などに大きな損壊が見られ文書にて勧告を実施しました勧告後所有者が空き家の解体を行い事案の解消に至りましたまた令和五年三月に 緊急安全措置の対応を行っていますこの案件は三ノ輪地区の特定空き家等において火災が発生し空き家の一部が焼け残ってしまったことから臨海の危険を及ぼす可能性がございましたそのため早急に対応が必要となり市では柱柱を引き倒しブルーシートにより近隣の家屋に飛散しないよう 市条例第9条に基づき緊急安全措置を行いました。なお緊急安全措置にかかった費用については所有者に全額弁済していただいております。以上でございます。はい議長岡本正弘議員はい、えー、特定あけや空き家等への助言指導、えー、まあそれは12件 韓国が一件この韓国によって所有者が解体を行い解決した事例があったとお答えをいただきましたこのような空き家問題ですが空き家の管理強化や活用を促すために自治体ができる対応策を拡充する改正空き家対策特別措置法の一部を改正する法律が昨年12月13日に施行されました 状況の悪い物件の区分として新たに管理不全空き家等を創設し市区町村が所有者に是正を勧告した場合固定資産税の軽減措置を適用しない仕組みを設けました従来の制度は放置すれば倒壊など周辺に著しい悪影響を及ぼす恐れがある空き家を特定空き家等としていました まとしていましたが管理・不全・空き家等はその予備軍の位置づけです。例えば屋根の柱が破損・腐食している窓ガラスが割れている立ち木や雑草が破物しているといった点をもとに市区町村が判断できるようになったわけです。また改正法では市区町村が 該当物件の所有者に修繕や撤去を指導勧告できる仕組みを設定し勧告を受けた場合所有者は空き家の敷地にかかる固定資産税について最大6分の1軽減されていた措置を受けられなくなります総務省が4月末に公表した住宅土地統計調査の結果によると全国の空き家数は 2023年10月1日時点で900万戸あり18年前の前回調査から51万戸増え30年前の448万戸から倍増して倍増しており空き家率も過去最高の13.8%に上がっています実に約7棟に1棟に相当する結果が出ております 国土交通省はおおむね1年間を通して利用の実態のない住宅を空き家と定義しており賃貸売却用物件や別荘などを除き使用,目的の使用目的のない空き家は全国に385万戸1998年からの20年間で約1.9倍に増加しています。 このままのペースでは2030年には約470万戸まで増えると推計されており居住目的のない空き家とされた385万戸のうち破損あり101万戸に上がるとされていますが簡単な手入れによって有効,活用有効活用が可能なものも多いと言われています反対に空き家を放置すれば 住宅資源が生かされないだけではなく、様々なリスクが生じます。老朽化に老朽化による倒壊立ち、木の立ち木や雑草の繁茂による景観悪化の悪化のほか。不法侵入や不審美、微害虫などの発生も心配される。ほか、地震や台風で外壁などが落下し、通行人に被害を与える。 与えると損害賠償を求められる可能性もございます引いては地域全体の価値が下がることにもなります、まあ、しかし親の家を築いた後買い手や借り手がなかなか現れなかったり処分に困ったりして放置している空き家が後を絶ちませんそこで本市においても国が示す管理指針に従い 倒壊の恐れがなくても、窓ガラスが割れている状態の悪い空き家などは、速やかに管理不全空き家等への指導をスタートするとともに、管理不全空き家等の発生抑制と自主改善を促進する対策強化が必要だと思いますが、本市のお考えをお伺いいたします。小田川洋市長。 はい、岡本議員のご質問にお答えいたします岡本議員のおっしゃるとおり、空き家の数は住宅土地統計調査結果のとおり、全国的に増加が続いております。この状況は本市も同様で、未来平地区周辺では新しい住宅が増える一方で、市内全体を見てみると、空き家は増加しております。空き家を長く放置すると、隣接地に限らず、地域周辺にまで悪影響を及ぼす恐れがあります。 今までは特定空き家等のみに指導さらに勧告命令ができましたが令和5年6月の空き家等対策の推進に関する特別措置法の改正により特定空き家等になることを未然に防ぐため管理不全空き家等が創設され指導勧告ができるようになりましたそれに伴い市も令和6年第1回定例会において空き家等 対策の推進に関する条例の一部改正を行ったところでございます勧告をされた空き家は固定資産税都市計画税の住宅,用地住宅用地特例措置が解除されることとなりますこれらのことを空き家等所有者に周知することで空き家の発生抑制と自主改善に関心を持っていただけるものと考えておりますさらに法改正に伴う強化策の一つとして新たに空き家等 管理活用支援法人制度が創設されましたこれは全国の6割以上の市町村が空き家対策を進める上でマンパワー不足と専門的知識の不足が課題となっていることから市町村長が第三者団体を空き家等管理活用支援法人に指定することで空き家対策業務の一部を専門家に委託できる制度でございます。 すでに全国の一部の自治体が活用しております。本市といたしましても同じような課題がありますので、先進自治体の事例などを調査研究し、導入の可能可能性について検討してまいります。以上です。はい、以上。岡本正弘議員。はい。市長自らの答弁ありがとうございます。対策を講じるあまり自治体の財政を圧迫する可能性もありますが。 特定空き家等の解決には時間がかかります早い段階早い段階から対応しないと解決が難しくなりますし今後さらに増えることも懸念されます特に危険な空き家周辺にお住まいの方またお近くを取られる住民の方々は1日も早くこの空き家が適正に管理され危険が除去されてほしいと毎日思っているわけです 課題は多いと思いますが困っている住民の皆様に寄り添っていただき速やかに段階を経て危険を除去していただきますようお願いをいたしますまた解体費用や売却の難し,難し,難しさが壁になり空き家の処分に困っている所有者も多くいるのが現実です今後も相談窓口のさらなる充実解体を支援する 空き家解体補助金制度のさらなる周知をお願いをいたしますさらに空き家等管理活用支援法人制度の導入も検討していくということですので大いに期待をしたいと思います最後に空き家等の管理不全な状態に起因して人の命身体または財産に対する重大な被害が及ばないうちに 対応をぜひしていただきたいと要望いたしまして、1問目の質問は終わります。